って言ってね。
you what he loves about you. You're so perfect. Hope you know that you got everything I messed up and I'm haunted. And if I'm being honest, I try to make it all stop. Say I'm okay but I'm not. No, I can't help it. I'm so jealous of you taking that place in his heart. It should be me.
今活躍されている卒業生としてはここのお三方が非常に有名だと思います、週刊少年サンデーの小田智人君、ここに一応間違ってますね、ごめんなさい怒られますよね、両方じゃなくてです、小見さん小見翔ですとかですね、和山山さんとかですね、一番右が新本さん、新本慎さん、新本さんは少女漫画家なんですけれども、それ以外にもユーチューバーとしても活躍されています。小中学生とかすごく人気ありますよね。で、今雑誌掲載されているような作家さんなんですけれども、それ以外にもですね、こちら学習漫画みたいな世界で活躍されているような卒業生もいますし、右側は予言目さん、2期生の卒業生なんですけれども、サンデージ X で怪奇という漫画を掲載されていまして、で今年度からですね、漫画学科の専任教員の方に着任されています。漫画学科どんどん歴史を積み上げていてですね、卒業生の方が漫画大学に入ってきてですね、教員を務められるようになってきています。でこれ以外にもですね、最近は漫画アプリなので、掲載されている学生さんなども非常に多くなってきております。でこのページは工芸キープ、漫画学科のブログなんですが、こちらの方でですね、在校生卒業生の活躍とかですね、普段の授業の風景などを随時掲載しておりますので、もしよろしければこういったものも参考にしてください。これは大学のウェブサイトから、移動することができます。で次ですね、で
これはちょっと補足としてなんですが、コミック市場を推移を表したグラフになっています。ちょっと2021年までしかないグラフになっているんですけれども、過去ですね、漫画というかコミック市場売上が一番大きかったと言われていたのが1995年なんですね。これ紙の市場の頃です。でこの時何があったのかというと、ジャンプの黄金期、漫画が非常に強かったに、6000億弱ぐらいの売り上げを記録して、でそこからだん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 こう右肩下がりに下ってきてですね、で紙の本が売れないみたいなことがですね2010年代を言われるようになってきました。ただこれがですね、電子書籍ですねが登場したことによって、2014年から、次またコミック市場が盛り返していきます。でついにですね2020年には、これコロナ禍でですね、巣ごもり需要も影響していると思うんですが、1995年の最大の売り上げを上回るような形になってきています。で現在もこれどん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 売り上げが上昇しているような形で、今コミック市場って非常に、いってらっしゃい。